お元気ですか、ボクシムです。今回は BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2023後編の9パックやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずは後編の1パックやりたいと思います。杉山浩貴選手です。吉村浩二郎選手でございます。で、失礼しました、小沢玲二選手です。丸山和也選手でございます。今日2つ重なってました、失礼しました。で、中村雄平選手のカードなんですけどね、これ金箔ね、ちょっと形が違います。こちらが150枚限定でございまして、150分の56となっております。で、西村瑠唯斗選手のキラキラ模様でございます。村上宗隆選手でございます。2袋目でございます。山本大輝選手でございます。で、竹山ヒューガ選手でございますのカードでございます。ごめんなさいね、カードでございます。塩見康隆選手でございます。で、吉田大輝選手でございます。で、村上宗隆選手のね、でカードでございます。で、こちら塩見康隆選手のカードもキラキラ模様でございます。で、金久保優斗選手でございます。はい、3袋目でございます。久保拓真投手でございます。西村瑠唯斗選手でございます。浜田大輝選手でございます。これは市川優太選手でございます。で、石山太一選手のカードでございます。で、今野龍太選手でございます。で、木澤直文選手でございます。4袋目でございます。こちらね、竹岡龍生選手のカードでございます。丸山和也選手でございます。で、太田健吾選手でございます。市山太一選手でございます。で、山下光選手のカードでのカードキラキラでございます。で、長岡秀樹選手でございます。で、山田哲人選手のカードでございます。で、5袋目いきたいと思います。奥村信之選手でございます。高津慎吾監督でございます。で、伊藤智仁選手と吉村浩二郎選手のね、同じ背番号21のカードでございます。で、ホセ・オスナ選手でございます。で、沢井蓮外野手のカードですね、キラキラでございます。川端慎吾内野手でございます。です、村上宗隆選手の、ね、カードでございます。6袋目やりたいと思います。石山太一選手です。
で、これは木澤直文選手のね、カードでございます。並木秀隆選手でございます。奥村信之選手でございます。長岡秀樹選手のカードでキラキラでございます。清にケラ選手でございます。で、内山聡真選手でございます。7袋目でございます。ちょっとお待ちくださいね。はい。ドミンゴ・サンタナ外選手でございます。山本大輝選手でございます。石村瑠人選手でございます。で、こちらですね、丸山和也選手のカードでございます。で、田口和人選手のカードですね、キラキラでございます。石川雅則選手です。赤羽義弘選手でございます。8袋目でございます。直筆カード出ましたね。尾中裕也投手でございます。で、並木秀隆外野手でございますのカードでございます。で、宮本武史内野手です。で、ホセ・オスナ内野手のカードでございます。で、直筆サインカードはですね、森岡亮介選手のね、直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、58-47となっております。で、続けていきます。で、石川雅則投手のキラキラでございます。で、柴田大地選手でございます。で、最後の9袋目やりたいと思います。竹山日向選手でございます。で、小川康弘選手でございます。で、宮本武史選手でございます。で、池山隆弘選手と西村瑠人選手のね、背番号36のカードでございます。浜田大輝選手のカードキラキラでございます。で、ダイネル・エスピナル選手でございます。で、最後は大西博輝投手でございます。はい、以上でございます。以上で BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2023の開封動画をね、終わりたいと思います。またね、お金がありましたらこういった開封動画をやっていきたいと思いますし、あとですね、プロ野球チップスカードね、2023第1弾についてはですね、いつも買ってるあのスーパーマーケットがあるんですけどね、そこでちょっとね、売ってないっていうのがありましてね、場所を探さなきゃいけなくなりましたのでね、後日ね、改めて、見つけ次第ね、動画を出したいと思いますのでね、もうしばらくお待ちください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。